こんばんは、まおです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はアメカジ入門におすすめしたい初期装備秋冬編というテーマでお話をさせていただきます。はい、まおくんちのクローゼットですか？クローゼットじゃないですね。これが僕の部屋です。まあ東京なんでね。はい。しゃあないな。なかなかちょっとまあでも好きなものに囲まれて暮らすみたいな、ね。もう今日は本当にね、アメカジを始める上で最初にこれを買っておけば間違いないみたいな。ものを紹介できればと思います。ちょっと熱が入って全然関係ないものも紹介しちゃいそうな感じはしてるんですけど、ぜひお付き合いいただければと思います。はい、で今日はですね、一応ボトムス、トップス、靴、アウターの4つをご紹介させていただければと思います。まあ一式っていうことですね。じゃあボトムスからいってみましょうか。まあボトムスちょっともうここに出てるのでお分かりかと思いますが、ジーンズです。はい、まあ、アメカジの定番のボトムスって言ったらやっぱまあジーンズですよね。ジーンズかチノパンかみたいなところですよね。まず、はい、まあ、ジーンズがヒノキの棒、チノパンが銅の剣ぐらいな立ち位置です。弱すぎへん、ヒノキの棒。じゃあ何買ったらいい、まずジーンズは。そうです、ね、どこのメーカーとかある。であれば、まあ、本当に定番のリーバイスだったりとか、うん、リーがいいかなと思います。でちょっと僕が持ってるのがリーしかないので、ちょっとリーの方をお見せできればと思うんですが、まあこういったリーの101だったりとか、リーバイスの501みたいな、もう本当にシンプルなストレートのもうドカンとしたようなシルエットのものがアメカジ入門には一番いいかなと思います。ちょっと詳しいことをお話しすると、リーっていうジーンズが左綾織って言って、少しだけ特殊な色落ちをするので、まあ一番最初に買うんだったらリーバイスとかでもいいかなとは思うんですが、今日はこちらをご紹介できればと思います。かっこいいですね。はい、リーはかっこいいですよね。アメカジっていうのが細身のボトムスよりも太身のボトムスの方が全体的にまあ相性がいいというか、簡単にかっこよく決まるので、まずは最初は太身のものをおすすめさせていただいております。ちょっと太いぐらいでいいの？ちょっと太いぐらいがいいと思いますね。本当に、はい、やぼったくなるとかは、やぼったくなるのがアメカジって感じします、ね、なるほど。はい、じゃあちょっと今日は紹介したものをどんどん履いていくようなスタイルでいきたいと思うので、ちょっと着替えてきます。はい、オーバーオールは入門編じゃないの？オーバーオールは入門編ではないですね。あんまりおすすめできない感じです。あんまりおすすめできない。すごいかっこいいんですけど、ただちょっとなんかこれ最初に買うってなったらちょっと勇気いりません。確かに。なのでちょっと今日はこちらはおすすめしない、ご紹介できずっていう感じではあるんですが、すごいいいオーバーオールです。ウェアハウスのオーバーオールです。はい、着替えました。じゃあちょっとでは次行ってみましょうか。アメカジ入門におすすめのトップスを次紹介させていただきます。はい、ネルシャツですね。はい、こちらもまあ定番中の定番ですよね。アメカジと言ったらネルシャツって感じしますね。スウェットじゃないんや。スウェットもいいかなって思ったんですけど、うん、まあ、スウェットよりもまずは僕ネルシャツを紹介したいなと思って。あ、なるほど。というのもスウェットにしちゃうとちょっとあまりにシンプルすぎるというか、アメカジ感がそこまで出ないかなと思ってて、はいはいはい、よりアメカジ感を出すのであればこういったものがいいかなと思います。ネルシャツ、おすすめのメーカーなんかは？おすすめのメーカーとしては、僕がよく着てるのはこのファインブブラザーっていう、ね、ファインブラザー、はい、これって今でもあるの？古着だけ？あ、一応今でも新品でも買うことはできる。あ、大変失礼しました、はい、ファインブラザーさん。で、まあ、このファインブブラザーのいいとことしては、今クッシャンが新品でもあるのかって言ってたと思うんですけど、やっぱり古着の印象が強いと思うんですよ、うん、でやっぱり古着屋に行ってもすごい数あるんですね、このファイブブラザーっていうのが、うん、古着で結構安価にまあ、たくさんある中から一番ビビッとくるものを選べるっていうのが一番の魅力かなと思いますね。その柄なんか使いやすそうで、はい、使いやすいです ね、これとかこれとか、うん、まあ、爽やかな感じがいいですし、で全部ファイブラーさ、これだけは違うんですよね。おしゅうこしゅう、おしゅこしゅうか、はい、古着でよく見るやつや。まあ、ペンドルトンは？ペンドルトンになるとウールシャツなんですよね。あ、また違うんか。これペンドルトンなんですけど、これもいいっちゃいいんですけど、これネルシャツって言わへんの？これはこれはウールシャツに入ると思いますね。ちょっと生地感が触ってもらうと分かるんですけど、ちょっとチクチクしてる。あ、ネルシャツ買ってスウェット買った後ぐらいに買いたいアイテムっていう感じですか。あ、そうなんや、はい、ペンドルトンは今でもあるの？ペンドルトンも今でもあります。あ、失礼しました、はい、着替えてみました。さっき着てたスウェットの上に着てるんですが、まあ、もちろん1枚で着ても大丈夫ですし、白い半袖の T シャツとかサーマルとかそういったものの上に着ても、全然かっこいいですね。かっこよくないですか？いいね、かっこいいね。はい、はい、続いてでは行ってみましょうか、はい、アメカジ入門におすすめしたいシューズ、ローテクスニーカーですね。お、はい、今回ちょっとコンバースにしたんですが、まあ、バンズだったりとかコンバースとか
まあ、ローテクスニーカーと呼ばれるものをおすすめさせていただいております。ローテクスニーカーというと、まあ、さっき言ったようなバンズとかもあるんですけど、やっぱりまずおすすめしたいのはこのコンバースですかね。なんといっても汎用性がすごく高いです。ローカットとハイカットはどっちがいいですか？はい、そうですね、まあ、どっちもかっこいいんですけど、最初におすすめしたのはやっぱりローカットかなと思いますね。ブーツとかもやっぱアメカジじゃないですか？ブーツもいいですね。まあちょっと僕が持ってるのとかだと、定番だとこういうレッドウィングとか。レッドウィングかっこいいね。はい、あとはよっダナーとかね、ダナーこれとかもすごいかっこいいですよね。どこに靴置いてんのこれ上に置いてます。はい、ただやっぱかっこいいんですけど、5万円とかするじゃないですか。5、6万するじゃないですか。ああって思うと、はいはいはい、ってなったらちょっともうブーツで予算オーバーしちゃうと思うんですよね。いやまあでもね、はい、ずっと使えるから、はい、買ってても、まあ、うん、最初にこのダナーとか、まあ、レッドウィングとか買っちゃうっていうのも、まあ、ありかもしれないですね。お年玉とかね、はい、バイト頑張って、はい、まあそういう僕も二十歳の誕生日にこのダナーライト買って、ダナーライト、アメカジ入門におすすめしたいアイテム、最後のアウターですね。もうブランド指名でいっちゃいます。カーハートのジャケットです。カーハート、はい、まあ、カーハートの中でもいくつか種類ってあると思うんですけど、個人的におすすめしたいのはこのアクティブパーカーとか、あとデトロイトジャケットとかですね。でカーハートはまあこのデザインのみならず、本当に経年変化もすごいかっこいいので、もう着れば着るほどかっこよくなるアイテムです。味出てませんかこれ。うん、かっこいいですよね。使い込んでますね。はい、でまあ、ちょっとアクティブパーカーの方から見ていくと、まあ、僕が結構珍しい色のものを購入したんですが、定番のキャメルだったりとか、あとブラックみたいなものとかだったら、もっと古着感とかを出してアメカジっぽく着こなせるかなと思います。本当暖かいです、こう見えて。生地がダック地なんですけど、目がすごい詰まってるので、まあ、ちょっとした雨とかだったら全然染み込んできませんし、冬とかでも全然着ることができます。こちらが襟付きのものですね。で僕が一応結構好きなのがこの襟のコーデュロイの部分とか、どん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 色が褪せてきてすごいかっこよくなってきます。かっこいい。でデトロイトジャケットについては、まあ、さっきアクティブパーカーだとアウトドアとかストリートっぽく着れるんですけど、デトロイトジャケットだとワークっぽく着こなすことができますね。これもすごい経年変化出てますよね。袖の部分とかだいぶボロボロになってきちゃったんですが、縫い目のところとかね、ちょっとずつ色が落ちてて、はい、かっこいい。アメカジとの相性はめちゃめちゃにいいです。うん、はい、ちょっと両方着てみましょうか。はい、いいですね。こんな感じです。アメリカの牧場のお父さんみたいな感じ。かっこいいですよね。うん、かっこいい。ちょっと余談なんですけど、インターステラっていう見ました？ああ、俺がおすすめしたんや。インターステラで着てるじゃないですか、カーハート。最初のね、最初のお父さんが、お父さんがカーハート着てて、うん、でなんかそのお父さんが宇宙に行った後に娘が残されるんですけど、うん、娘が大人になった時もカーハ、同じカーハと着て、あ、お父さんもそれが、はい、デトロイトジャケットなんですよ。これと同じやつ？これと同じはずです、確か。これキャメルみたいなの着てて、はいはいはい、もうなんかありえないぐらいかっこよすぎて。なるほど。それをまずは見てほしいですね。それを見た上でちょっともう一回これ見てほしいんですけど、めっちゃかっこいいんですよ、うん、はい、こんな感じです。おお、かっこいいですね。そこにあるマッキーのクルーザーとかも、はい、これですね。これアメカジ定番じゃないですか。ちょっと着替えてみましょうか。これいいな。これかっこいいですね。これにダナーライトとか入ったらめちゃめちゃ合いますよね。うん、これ何入れるんでしたっけ、このポケット。マップポケット、ね、あ、マップ、地図入れるの、はい、地図入れる。獲物ではないね。獲物ではないです。これはおすすめではないの？これもおすすめです。おすすめか。おすすめなんですけど、最初に買うかって言われたらちょっと買わないかなっていう感じはしますね。ちょっと立ってみて。はい、結構そのジーパンとの相性もいいし、もうこれさえあればもうなんかアメカジって感じでなりますかね。うん、これはいいと思う。じゃあちょっとさっきの差し替えといてもらって。こっちでいく。いや、金額だったり手に入りやすさ、古着でね、いっぱいあるもんな、はい、やっぱりカーハートの方がいいかなとは思いますね。じゃあ最後に全身着替えた状態でご覧ください。